皆様、こんばんは。今日は2021年12月4日土曜日です。今日の午前中ですが、恒大不動産の実質デフォルトについて話をしました。しかし、恒大不動産だけでは済まないんです。他に2社あります。こちらは欧米グループ、そして、まあ、会社というグループですが、会社について以前話をしましたが、12月2日、 応援発表しました。外国からの融資が難しくなりましたと。6.5億ドルの借金が返済ですね、求められました。返済はできません。猶予を願っても同意してくれないんです。控訴されましたら、他の投資家はみんなお金を返してくれと言われてしまいます。会社の資金は厳しくで、厳しくなってこれからの運営はできなくなりますよと。 つまり破綻するという意味です。外国の投資家に債券を買ってもらうことによって中国の企業は成長してきました。債券を発行する企業に対して信用の評価をつける、格付けという企業はありますので、例えば S&P はこの、えー、青い矢についてですが、に対して A プラスから CCC に格下げしました。Fitch Ratings というのは BB から CCC- マイナスとしました。そしてムーディーズは B1 から CAA2 としました。つまりみんな格下げをしました。a o ユ u a という会社ですが、金融商品を作って販売していました。これは広大グループと全く同じなんです。しかし国内では金融商品を作って販売する。外国に対しては債券を発行すると。そしてその まあ、投資してもらうと。国内では約60億元の金融商品を販売して融資をしました。約1000億円を超えています。現在ですが、まあ、その600人の従業員が動いて、親戚とかなどに対して買ってもらっていたというふうに判明されています。現在、その金融商品はもうダメですので、返すことはもうできないですので、 青い上の物件を返すとなりますよと。60億円の金融商品以外に他にも24億円の第三者を経由して金融商品を販売していました。つまり合計ですが84億円です。約1500億円となりますが、投資家に返済する方法としては発表されています。物件で返済していきますよと。 格安の値段で、青い円が建設した物件を選んでくださいと。店舗もいいですよ。駐車場もいいですよ。住宅もいいですよ。自由に選ぶことができますよと。でも、足りない分はお金を貸し足して購入できますよと。これは、高台グループと全く同じです。青い円の借金は1113億元と、 発表されています。約2兆円弱ですが、まあ、本来であれば、来年511億円の約半分ですが、元金取り損の返済はあります。これについて返済できませんということで、今回は破産すると。青い円というのは、恒大グループと大体同じなんです。金融商品のデフォルトがあって、そしてアメリカドル建てのデフォルトもあって、 これは同時に起きています。特に外国の借金が大変ですので、中国の国内だけでしたら、投資家に強制的に物件で返しますから、 もうそういう発言はやめてくださいとか、できますので、あのいくらいやっても中国の国内のことですので、政府の力もありますし、本当に強いですので、まあ、批判する声もありませんので、成立すると思います。成立はします。ただし、海外の投資家にとっては、これはだめですやってはやっては。やってはいけませんし、できないんです。次ですが、海佐という不動産企業ですが、12月3日発表されました。 4億アメリカドルての返済はできませんというふうに発表しました。いろんな方法を考えましたが無理です。返済する期限は12月の7日です。来週です。11月返済できないと思って事前に投資家たちと交渉しました。返済の期限を延期してほしいです。2022年の6月にしてほしいです。利息は6.5%です。 しかし投資家たちは同意してくれませんでした。今急いで資産を売却していますが間に合いません。とういうふうに発表されています。私は交渉する内容を聞きましたが、現在その運用資金がありませんので、会社がもう運営は厳しいです。そして借金の返済もできないんです。当然ですが。そして今のところですが、運営 順調に運営するには、とにかく20億元が必要なんですよ。まず運営ができて、それから資産トップ権を売却していきますからと。少しずつ返済していきますよと。なので、20億元、約3500億円がまず欲しいんです。先に欲しいです。これを先に貸してくださいと、投資家たちに説明をしました。投資家たちは条件を言い渡しました。 こちらですが、以前の話、動画で話をしましたが、海佐邪イ家ですが、この社長というのは各社長ですが、もうお年を改造するのが、実は元、元というかおかしいんですが、暴力団なんですよ、彼は。で、彼の娘さんがですね、あの、星島グループの新聞社などを経営しています。 で元、香港のメディアであって、星島グループですが、シンタ潮と言いますが、2021年の2月、今年ですが、この海んという企業に買収されました。で娘さんですが、その次女ですが、この星島グループの大株主ですで。長女がいらっしゃって、長女というのは美好、美しい、良い。美好、美しい、好きっていう感じですが、で美しい、美好。 このビッコグループの社長ではあります。この美しいえビッコグループの,の会社ですが、会社の物件の管理会社なんです。管理会社ですと、今まで売ってきた物件を管理するですので、利益は出ています。そして、 まあこのメディアですね、買収しましたので、これは大株主となって、実は利益ありますので、ただしですね、まあ、中国の共産党というのは、まあ、香港のメディアを、まあ、基本は香港では自由な発言できないようにしましたので、会、ま、社、あ、とかそういった恒大、まあ、グループもそうですし、まあ、テンセントもそうですし、アリババもそうですし、みんなあの香港に行ってメディアを積極的に買収していたんです。なので、 香港のメディアというのは基本ですが、中国,のまあ、中国にコントロールされているというふうに理解してよいというふうに思います。現在、投資家たちは考えていますが、お金を貸してもいいんですが、条件をつけますよと、返済の期限になってくると、返済を求めるか、星島グループ、このメディアですが、新聞社、そしあるいはこの尾コ。 のグループの株で返してもらうか、どういうふうにするかを考えていますと、今の状態はこれなんです。つまり、この状態にでもまた投資するのかと私は思いますね。もうやはり投資家というのは野心家ですので、まあ、リスクだと知りながら知っていても投資をすると、やはりすごいというふうに思います。ただしですね、投資家というのは個人個人誰っ誰というのは、ではないんですので、投資する機構ですので、 このような投資する機構というのは資産を運用するだけなんですよ。投資家らからですね、資産を集めて投資を行うと、どれにしてもあの手数料を取りますので、売買を成立すればいいんです、まあ。このことがあって、やはり積極的に投資、とにかく投資することが大事ですね。まあ、それはやはり、まあ、投資家とこの投資を運営する、えー、会社の違いではないかというふうに思います。 コメントありがとうございます。台湾の Far East i n という、まあ、そごですが、えーまあ、日本のそごを運営されて、中央では運営されていますが、まあ、このマークはご存知かと思いますが、えー、11月26日、カイサの、先に言いましたが、カイサの土地を買ったんですよ、えー。98億香港ドルですが、香港にある2カ所の土地を買ってもらいました。約1400億円です。 当然ですが、あの、当時の動画で話をしましたが、この会社は、叩かれています。そして、台湾の民進党、最大統領、そして、台湾の国民党に対して、両方政治的な献金をしましたということで、中国政府は罰金をしました。4.47億円を罰金したんですよ。それと、一つの土地を没収したんですよ。中国の政府はすごいです。あの、 中国の国内の個人に対しても同じですし、中国にある外国の企業に対しても、実はですね、叩くときは本当に叩きますので、資産を没収されてしまうんですよ。そして、エイントのこの社長ですが、まあファー、ファー,イーストですが、台湾の社長ですが、出てきました。11月30日、台湾の独立に反対しますよと、中国の、まあ、中国大陸と、 ま聞くために台湾の国民はみんな批判的になる人が多いです。これは非常に心配ですと言いました。現状維持を願っていますというふうに発表しました。まあ、これで見ると、やはりま折れました。そういうふうに思いますし、そして海産の土地を買いましたし、やはり中国政府の言いなりになっていると。まあ、負けましたと。 自分の意思をですねきび、まあ、しっかり持っていないではないかというふうに思いますが、中国政府は現在ですが、外国の企業に対して、中国にある不動産、また土地を買ってもらうようにはしています。そのような動きは見えています。また、外国の企業に対して罰金もするようになってきました。台湾の経済は崩壊するようにするとか、 まあ、コメントでありがとうございます。中国にはそのような力はありません。中国の国内の経済状況は良くないんですよ。今はご存知のように、不動産市場というのは放課の状態ですので、その影響もすごいんです。これから話をしますので、台湾の経済は中国より、まあ、去年からですね、非常に良い,いんです。で、GDP の成長も世界ではトップレベルなんですよ。 確かに小介析と一緒に台湾へ移動した人はいっぱいいました。まあ国民党でした。でも中国政府と、まあ、国民党あるいは共産党という党国民党の関係ですがライバル的な関係ではありますので、まあ仲良くなることはないと私は思います。そもそもライバルですので、昔からですので、仲良ることは仲良くなるというのはないと思います。しかし台湾の国内には 新中国の方はいらっしゃいます。ただし多くはいないと思います。ただしですね、います。そういう意味ではありますので。なぜなら多ければ民進党の今の蔡大統領は大統領になることはなかったと思います。なかったはずです。なぜなら私はいつも言いますが、選挙の結果というのは民意の結果なんです。例えば、まあ、日本もそうですが、 日本の中では、新中国政府の方は、実にいらっしゃいます。そして中国の政府と仲良い,い方もいらっしゃいます。少なくても、今でも、日中友好協会は存在していますし。で、まだ、中国のイベントとか、政府の官僚の開催したパーティーとかにも参加されますし。やはり、うん、あのそういう反対、批判的な態度はない方。 やはりいらっしゃいます。台湾も同じなんですが、しかし私からにすれば、これは、これを見てですね、やはり民主的な国なんです。これは中国のように、例えば共産党が言いますが、まあ反,まあ、反日という教育をしまして、みんな反日するでしょうという、みんなそれを反対する。 声もありませんし、日本に対してみんなそういう良くないイメージを持っているとか、共産党的にはそういうふうにやっていますが、実はそうではないですし、で、これがおかしいんですね。中国の国内では一つの声しかないのがおかしいです。 これが普通の国ではないという意味です。普通の国というのは、やはり反対する声もありますし、で、賛成する声もあります。ただし、どういうふうに調整するのかは、政府がこれから働かないといけません。例えば、反対する声の中に調査をして、どういうふうにすれば、あの、ね、返してもらうとか。 そういう説得させるとか、そういう行為を出さないといけない。そういうふうに思います。なので、日本であっても、台湾であっても、やはり民主的な国ではあるというふうに思います。また2035年、中国の大陸から台湾鉄道、新幹線で行くんですよ。そういう計画は確かにあります。2035年ですので、私は何とも言えません。ないかなというふうに思います。 時代は変わりましたし、そして弟子、おとおし3年前、4年前でしょうか、で、中国のプロジェクト、あったんです。そういう夢ではあったでしょうか、わかりませんけれども。で、中国から、えー、台湾もそうですし、韓国もそうですし、日本までですね、トンネルを作ろうとしたんですよ。なので、その時は、もう、もう、あの、鉱鉄というか、新幹線でもできると。 これはどうかなというふうに思いますが、もう夢の世界ですので、今のは何とも言えません。で話を戻りますが、中国の不動産企業のデフォルト、今公開されているのは、香港に上場している企業だけなんです。中国の国内、また大陸にある不動産企業は、デフォルトになっても話題にはなりません。なぜなら、投資家たちというのは、あるいは 物件を買ったたちというのは一般市民なんですよ。自由な発言はできないんです。香港の企業に投資したのは国際的な投資家です。現在、今3社ですがデフォルトになっています。さっき言いましたが、海社、高大不動産、そして大ゆです、ね。では、被害者は誰でしょうか影響はどうでしょうか一番の被害者は銀行なんです。銀行からのお金なんです。 確かに直接借りたわけではないんですので、でも後ろにあるのは銀行なんです。次は債権です。つまり金融市場がショックを受けます。その次は高大不動産は崩壊すると、影響される企業はとても多いです。高大不動産に投資したお金、返済してもらえないので、返してもらえませんので、この状態で潰されてしままあ潰れてしまうと。返済はもう期待できないんです。 これから広大ほどその資産を競売で売られますと。その時に、まずですね、中国のことですから、今まで見てきましたので、中国の銀行が先なんですよ。資産を売ってもらって、競売で売って、その資金をですね、回収しますので、中国の国営銀行の銀行が先ですので、やはり政府の企業ではあります。で、その次ですが、 大国の投資機構、投資家たちの順番になってきます。で、3番目は、中国では、広大不動産を購入した方です。購入しました。でも不動産ですね、あの、建設している最中です。これを、ま、競売で売られますとか、あの、返してほしいとか、あるいは広大グループに対して株を買いました。ないですので、やはりもうこれから、競売で、まあ、3番目になってしまいますので、 あんまり期待してはいけないというふうに思います。まあ、基本はないかなと思います。4番目、最後ですが、広大不動産に頼まれて建設工事をしていた企業なんですよ。広大不動産に対して自分の商品を提供していた企業なんです。やはり先払いはありませんし、お金を回収するのは1年後とか半年後とか普通なんですよ。先に商品を収めることです。 恒大グループというのはやはり大手企業ですので、すごい、まあまあ、取引先となっていますので、量もありますし、そこに収めるとやはり一番売れます。当然ですが、楽ですし、商品を収める。ただし条件としては、もう年以回の掲済とか、半年以下の掲済とか、やはりお金を回収することは難しいです。まあ、そういうリスクはありますので、ただしですね、恒大不動産はもうないですので、 もう最後競馬刺されて最後にそのお金は、まあ、回収できるでしょうかまあ普通ですね。ないですね。期待はないと。返済はないと思った方がいいです。今までは私は見てきましたが、基本はもうないです。つまり建築工事をの企業ですが潰れますので、あるいは地元の材料とか建設材料、商品を提供する企業もこれから潰れることになってしまいます。 まだ現在は全国で800号のプロジェクトがあります。不動産は売りました。でも物件はまだ納付していないんです。今建設している最中なんです。まあ、私の想像ですが、半分以上ですが、工事できなくなってしまう、しまうというふうに思います。ただし、もうすぐ完成の物件ですと、完成することはできます。 つまり、この2年以内、本来であれば2年以内ですが、ただし、まあ、去年とか、一昨年は、そういう隔離とか、やはり、そういう影響はありましたので、つまり、この3年ぐらいでしょうか。3年以内、高大不動産を購入された方、つまり、図面とモデルだけ見て購入した方たちですね。その物件、現物ですが、いつ食えるでしょうかまた入居できるかは、いつできるでしょうかわかりません。 私は来年の前半ぐらいになって、後大グループは、まあ、潰れるでしょうというふうに予測しましたが、なぜなら来年から元金と利息の請求が毎月が来るようになってきます。今年は基本ですが利息だけなんです。来年になってくると絶対に返済できないはずなんです。しかし、今年、まだ年末の前、前で倒れてしまいました。 銀行はこれから不動産企業に対してお金を貸すことに対して警戒するようになってきます。また、中国の経済は落ちますので、香港の株式市場、また香港の経済も危険になってきます。中国の影響は大きいですので、中国との距離、経済、近ければ近いほど経済のショックもひどいです。これからアメリカドルの利息っていうのは上げると思います。そうすると世界のお金、 まあドルですがアメリカに流れていくでしょうと思います。香港も同じなんです。アメリカドルは流れていくと思います。そうすると香港の銀行は積極的にお金を貸さなくなってしまいます。銀行は厳しくなってくると不動産の価格は暴落します。大体この順番なんですが。つまり香港より香港も次なんですよ。 私は思います。で、中国の不動産の価格はとても高いんです。皆様はご存知です。しかし、香港の不動産の価格は中国よりも高いんですよ。そうすると、今、リスクはもっと高いという意味です。なので、引き続き見ていきたいと思います。コメントありがとうございます。この動画はここまでにしたいと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。